皆さんこんにちは、ネコ兄さんです。今回の動画はティールームウリエルのシナモンロールと不機嫌な三毛猫ということでですね、今からね保護猫カフェウリエルの周辺情報をお送りしたいと思いますよ。ということでですね、今から移動するんですけれどもね、今からどこに向かうかと言いますとですね、ティールームウリエルさんですね。でこちらにね、ウリエルさんの看板があるんですけれどもね、郵便局の扉でねちょっとかぶってるっていうね。さあこちらがティールームウリエルなんですけれども、普段でしたらねランチ動画を撮影しているのがティールームウリエルさんなんですけれども、今回はねスイーツを食べたいと思いますよということでね、普段から見慣れてるねこのティールームウリエルさんのね玄関なんですけれども、猫と焼き菓子のお店ということでね、クッキーだったりとかね天使をあしらったようなオブジェもありまして、やっぱ猫ちゃんもねいっぱいいてますね。ね、焼き菓子のねこのオブジェかわいいですよね。じゃあ中に入っていきましょうか、ね、玄関から肉球がありますよ。先にね注文してから席に座るタイプなんですけれどもね、焼き菓子だったりとか、今回はねドライフルーツティーをね注文しましたよ。でなかなかねおしゃれでしょう。今回はね千日紅とねリンゴも入れてみました。でこちらではですね、ハンドメイドのアクセサリーとかも置いておりまして、すごい猫ちゃん柄ですっごく可愛いですよね。ティーコゼもありますよ。で店主のマグカップだったりとかね、カレンダーだったりとかありますよ。では階段を登って、ね、行きたいと思います。古民家を改装したということでね、階段は急になっておりますけれどもね、すごいねツリーがね、うん、可愛いですよね。だるまさんが転んだをしてるね、チャトラさんだったりとかね、天守の派手のオブジェだったりとかね、トルコランプもあってすごくねおしゃれな空間ですよね。さあそれではですね、シナモンロールが来ましたよ、ね、上にはね、肉球のクッキーですかね、もうすごく可愛いでしょう。でティーコゼを開けるとですね、こちらがドライフルーツティーになりますよ。お湯を注いでね3分間ぐらい待つんですけれども、なかなかね可愛いでしょう。さあお湯を注いできましたよ。ということでね、砂時計をね回していきたいと思います。さあそれではマスクを外して食べていきたいと思いますよ。でこんな感じでね可愛いでしょう。うん、いい感じですね。ああ倒れちゃった、ああ倒れてまいりましたけれども、じゃあまずねクッキーから食べていこうかな。何もつけなければですね、それほど、ね、甘さはなかったですね、クリームとかをつけて食べるとちょうどいいかなっていう感じはしましたけれども、さあシナモンロールっていうのがね初めて食べるんですけれどもね、実はねめちゃくちゃ硬かったんですよねなかなかナイフが入らないっていうね、なんかどうやって食べていいのかがね実は分かってないっていうね。ということでね、ちょっと苦肉の策を使おうかなと思っておるんですけれども、あフォークも入らないな、ね、苦戦しておりますけれども、思いっきりねそのまま丸ごと食べてるっていうね。でもね、うん、味はもうめちゃくちゃ美味しかったですよ。シナモンの香りがふわーっとね広がってて、ね、甘さもちょうどよくてね本当に美味しかったですよ。音を聞いてくださいよ、ね、サクッていう音がしててね、もう美味しそうでしょ。香ばしい味がしましたよ。でウリエルさんのねスイーツは初めてだったんですけれどもね、他にもケーキだったりとかねクッキーのセットとかいろいろありましたのでね、他のも紹介したいなと思いましたね。さあそれではですね、砂時計の方がね落ちきるということでですね、そろそろね飲んでいこうかなと思っておるんですけれどもね、今回はですね赤をベースにしていこうと思ったんですけれどもね、すごく可愛らしい色してますよね。現地で見るとねもうちょっと赤っぽかったかなという気はするんですけれどもね。さあ混ぜてね飲んでいきたいと思いますよ。すごくね酸味も効いておりまして、もう爽やかな味がしておりますよ。さあもうちょっとねシナモンロール食べていきたいと思います。ちょっとだいぶね慣れてきたような気がしておるんですけれどもね。なかなか苦戦してますねやっぱり
初めてねシナモンロールを食べたというのでね、こんな感じなのかと思いながらね食べておりましたよ。美味しそうな顔してるわ、ね、この周りのフルーツとかもね本当に美味しかったですよ。でウリエルさんっていうのはですね、梅田からも歩いて10分ぐらいのところにあるということでね、もしね梅田に来られることがありましたらね行っていただければなと思いますよ。もうランチも美味しかったですし、このねスイーツも美味しいので、どの時間帯でもね満足していただけるかなと思いますよ。それとですね、猫ちゃんもめちゃくちゃ可愛くてね人懐っこくてね楽しいですよ。さあそろそろ食べ終わったのかなということで、ごちそうさまでした。さあドライフルーツティーもね飲んで口の中はね爽やかになりますね。初めてドライフルーツティーをね飲んだような気がしますけれども、さあこんな感じで完食しましたよ。さあそれではね降りていきたいと思うんですけれども、やっぱりね帰りの方が階段は怖いかなと思うのでね、注意してくださいね2階に行かれるときは。この肉球のね足跡もいいですよね、ほんとかわいいわ。もう細かいところにもね猫ちゃんがいて本当に楽しいお店ですよね。それではですね、今からセラ姫と遊んでいきたいと思いますよ。かわいいですよねセラ姫、ナレーションとかね BGM は聞いていきたいと思います。すごい似合ってるね。うんセラスリーしてくれ、あ、まあ、スリーしてくれたやんか、はい、きれいやねあんた。これはこれどう、これどう、これこんな好きちゃう、じゃあな、なペラペラしてくれんの、頭で頭あかん、セーラーあんた美人さんやね、じゃあな、あおはーな、これなんだ、ん、どうぞ食べ、ん、食べ、かわいいなあんた、触んのダメ、おやつあげても触んのはダメ、セーラこれどうですか、もうちょっとどうぞ、ん、かわいいな、ん、これ食べようか、じゃこれ最後にしようかな、セラ、これどう？かわいいかわいい。セラ。かわいいなんだ。これは？これ好きな？これは？ここ、こうなくなった。かわいいなあんた、セーラ、
かわいいなんだ。ちょしょ、ちょ。じゃあ、ちょは？ちょ。かわいいなんだ。美人さん。